F2 選手権シリーズもあと2戦を残すだけになりました。前回アチソンが優勝したものの中島が2位に入りましたので、ポイントの上で早くも全日本チャンピオンの座を決定してしまったわけです。解説の堤智彦さんに伺ってまいりますが、中島強かったですね。そうですね、もうさすが、まあ、このところぐんぐんと走っておりますけど、まあ逆に他の選手もですね、ぜひまあ頑張ってほしいという気がしますね。少なくとも鈴鹿のシリーズチャンピオンの座に関してはまだチャンス残ってるわけですからね。そうですね、まだまだあのチャンスがありますから頑張ってほしいと思います。まあ特に今日はちょっと天候がですね、不順でして、まあ、ウェットからドライに変わり花ですから、まあ、タイヤの選定そしてドライビングテクニック、まあ、そのあたりもかなり、いろんな要素がここで出てきますから、チャンスはまだあると思いますね、はい。ところで最近はモータースポーツのファンの数も増えました。今日も悪天候なんですがグランドスタンドは満員という状態になっております。そこで鈴鹿サーキットの方もレースを面白く観戦してもらうためにいろいろな工夫を凝らしております。後ほどまたその辺をご紹介することにいたしますが、その辺を含めましてピットからのさまざまな情報はいつもの通り今宮淳さん、そして、今日からは多田ひとみアナウンサーが加わりました。はい、今私たちの絵が映ってますが、このモニター近くで見ると大きいですね。そうですね、このモニターで中継カメラが捉えた絵をスタンドの皆さんにもご覧いただけるというわけです。レースがより面白くなってより迫力のあるものになりますね。そうですね、よく見えますから裏の方まで。ところで、ピットの様子などいかがですか。今ちょっと雨が昨日からずっと降ってた雨が今少し止んできましたから、各チームともにその、まあ、タイヤを雨用にするか晴れ用にするか、まあ、タイヤだけじゃなくてですね、ギアのギア比ですね、ギア比をいろいろとどういうふうにしようかとか、サスペンションを晴れ用にしようか雨用にしようかとか、そういう非常に細かい部分で、考えちゃってるわけですよね。ポールポジションの中島選手からもう全員、同じ悩みというか同じ決断を、今してる最中というところじゃないですかね。だんだん私たちも緊張してまいりました。この大きいモニターの他にもサーキット内にある FM 放送局を取材しています。後ほどザ・サーキットのコーナーでリポートします。この番組はブリヂストン、アライヘルメット、出光興産とご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあフォーメーションラップのスタートであります。各マシンがこれからコースを一周しグリッドに戻ってまいります。そして本番スタートになるわけです。ではこのレースに出場するドライバーとマシンをご紹介しましょう。予選1位1番エプソン 85J ホンダの中島悟、これで今年の F2 は5戦連続してポールポジションを取りました。7月のゴールデントロフィーレースでは2年ぶりに鈴鹿での優勝を果たした2番ラーク 85J の星野和義、鈴鹿2連勝を狙います。7番セブリングベストハウスヤマハのジェフ・リース、違いの分かる男由良拓也のデザインによるニューカウルをつけての登場です。日本でのレースもこれで5戦目、速さには定評のある10番アドヴァンマーチホンダのロベルト・モレノ。全日本シリーズ第6戦では念願の F2 初優勝を飾りました11番アドヴァンマーチホンダのケネス・アチソン。ベーエンベー勢のエース格的な存在がこの5番佐川急便スピードスター8号 J の長谷見正弘です。鈴鹿のポイントでは中島に次ぐ2位34ポイントを挙げています8番 LM スポーツマーチ8号 J の松本圭司。初めての F2 挑戦でなんと予選8位を占めました、さすがであります22番コカ・コーラマーチ842の鈴木亜久里。富士では自己最高の4位入賞を果たしました、この人26番マーチ842回の和田隆夫。富士でクラッシュをしました、あるいはそれが大を引きましたか、もう一つ調子に乗れません、6番佐川急便スピードスターホンダのエジェ・エルグ。続いて予選11位以下のドライバーとマシンをご紹介します。25番アドヴァンマーチの高橋邦光、16番ウォルターウルフレーシングマーチ8号 J の萩原明、24番アドヴァンマーチ8号 J の高橋健二、3番ロンシャン XR3 スピードスター842舘義弘、18番は高橋車両ラルト RH6 の中古治。
33番トライデントマーチ84の清水雅友、17番ポカリスウェットウーン 85J 松田秀志、12番 E ウィングワークスペシャル中本健吾。そして最後尾からのスタートになりました9番ロンジンマーチ842の森本昭夫。以上19人のドライバーとマシンによって争われる今年の鈴鹿 F2 シリーズ第4戦グレート2アンド4レースであります。各マシンフォーメーションラップから戻ってまいりまして、まもなくグリッドに着こうとしておりますが、ポイント表をご覧いただいております。全日本シリーズでは中島が圧倒的に強くて105ポイント2年連続チャンピオンをすでに決定しております。鈴鹿の方もやはり中島がリード50ポイントを上げておりますから、このレースで優勝すればダブルタイトルというマジックナンバーが出ているわけでもあります。さて堤さん、今日のレースのポイントなんですが、コンディションはね、ドライとウェット中途半端じゃないですか。そうなんです、まあ、画面でこうやって見ますとね、乾いてるように見えるんですが、実はこれウェットなんですね。ですからおっとリース選手これドライタイヤ履いてますね、はい、そしてその前の方のこれはねウェットタイヤ履いてますね。これは中島選手ですね、まあ、このようにねタイヤが違う、さあ天候がねこの後どういう風に変わるか、この辺りが見どころですね。シグナルランプ赤がつきました。まもなく青に変わりますとスタートですが、星田もそれから中島もタイミングを測っています。うまくピタッとミートができるかどうか難しいところですが、青に変わりまして星野が出ました。星野がいいミートを見せました。中島の前に出ています。中島もそのまま遅れたわけではありませんが、星野に先を譲りました。その後からはモレノが出ております。第1コーナーにかかろうとしていますが、すみません相当水しぶき上がってますね。はい、もうねまだまだこれがねまた水しぶき上がってますが、これが見にくいんですけどね、まあ、前に出た方が勝ちですね、はい、結局はね、もう前に出ないとですねなかなか苦労しますね。順位を確認してまいりますが、各コーナー各マシンが SG へかかろうとしておりますが、トップは星野、さらに中島、3番手にモレノ、続いて松本、ハチソン、リース、和田という順であります。予選3位に入っておりました7番のリースがちょっぴり出遅れまして6位に下がっております。それではスタートシーンでありますが、もう一度ビデオテープでご覧をいただきましょう。さあ鈴鹿サーキットってのはこの坂道のスタートなんですからね、まあ、ついああいう風にブレーキを離した途端に前にトロッと出ちゃうんですね、まあ、この程度は許されています。さあ星野選手がうまく出ました。中島選手はですねトロトロッと出たので慌ててブレーキを踏んだ瞬間に青になってしまったわけですね。まあ本当にちょっとタイミングがずれたんですが、まあ、それだけ星野選手がいいタイミングで出たということになります。まあなぜかですねこの中島選手ポールポジションを取るとどうしてもスタートがうまくいかないという何かこうジンクスがあるようなんですが、ここでご覧の通り本当にいいポジションを星野選手が取りました。そして中島選手それに追従して入って言ってますね。どうやら星野中島この2人の争いということになりましょうが、いい勘をしておりました星野の好スタート、これでレースが面白くなりそうな予感がしております、はい、前におりますのが真っ赤な車おなじみの星野、そしてその後ろ白とブルー、このコンビネーションカラーは中島であります。そしてその後3番手でありますが、前におりますのが現在モレノ、白い車4位が松本というところでありますが、ちょっと差がついております。しかしご覧の通りまだウェットに近い状態でありますから、何が起こるかわからない。ご覧の通りも激しい水しぶき、本当のこれがまだ腹向きですね。見えませんね。まもなく1周目を終了しようとしております。試験員を抜ける星野、そして中島です。どうやらオープニングラップ最初の1周目は星野が取ろうとしておりますが、中島をぴったり後ろにマーク。しかし相当水しぶきを上げますから、これは後ろにいる車、後ろのマシンは辛いでしょう。後方では4位の松本が3位のモレノの後ろにぴったりとついて仕掛けてますね。仕掛けてますね。はい、インから第1コーナーへ入った、入った、おっと入れなかった、引き切れませんでした、はい、モレノがうまく抑えたという感じになりました。松本がしかし早々と仕掛けていった今のシーンなんですが、松本がですねスリップからこうアウト、そしてインと入った、そしてうまくインに入ろうとしたけど、これモレノがうまく抑えましたね。さすがモレノうまく抑えた。早くもコースアウトする車が出ました。この白い車9番森本ですね。森本が早くも1コーナーでコースアウトしております。グリーンゾーンに飛び出しました。相当これは水含んでますから、抜け出せるかどうかが心配でもあります。ご覧の通りのコンディション。清水の方もこれリタイアでしょうか。そうですね、ヒットじゃないんですが、コースエンドの方に寄りました。抜けられませんよ。ちょっと、ね、スリップして脱出できないですね。これはかわいそうだ。後藤さん、ピット
方です。はい、お願いします。各社一斉にスタート切りましたが、5番の長谷見選手と7番のリース選手、そして26番の和田選手がスリックタイヤ、つまり雨用でないタイヤを使いました。今宮さん、これはどういうことなんでしょう。リース選手は前半もちろん濡れてるから厳しいんだけれども、後半にまあ結局このままレースが進めば路面が乾いてくるだろうということでスリックでスタートしたんですけれども、今のところは7位ですよね。ですから予選からだいぶ順位を落としてますよね。それから長谷見選手も和田選手もやはりちょっと順位を落としてますよね。ですからこれからどうなるかっていうところですね。以上ピットからお伝えしました。はい、どうも。今もお伝えしました通り、スリックタイヤを使った車が3台あります。路面の方はびっしょりと濡れております。非常に強い雨が降りしきっておりました。やはり森本はとうとうスタック脱出できずにマシンを降りてリタイアになっております。レースの方は先頭争い、星野、中島、この両者の一騎打ちが続いておりますが、やはり中島と星野ということになっちゃいましたね。まあ、これで面白くなってきましたね。まあ、とにかくこの両雄ですからね、まあ、本当にお互いに相手にとって不足はないわけですよ。マシンのエンジンとも全く同じレベルですからね。さあ、まあこれからこのネットでの戦いというのはですね、やっぱドライバーテクニックともう全く如実にこの現れてくるわけですから、ここでじっくり見てほしいと思いますね。特にタイヤがですね、まあウェットですから、だんだんと走り込んでいきますと、今度は乾いてくるとウェットが無理になる。そして今度は、ウェットになってくると、まあ、ウェットはいいんですけどね、今度ドライがフリーになるというわけなんですが、まあ、この両者ともウェットを今履いています。さあ、フロントタイヤの動きをよく見てもらいたいんですね。コーナーでですね、なるべくフロントタイヤ余計に動かない方がいいわけです。はい、はいはい、こんなに動くと反対に向いてにですね、あまりしない方がいいので、まあ、この今のこの松本選手たちも綺麗に走ってますね。さあ、アチソンも今ちょっとアウトに来そうでしたけど、ちょっと今カウンター切ってますね。まあ、この辺りの妙味、ぜひ見てやってください。各ドライバーともタイヤの選択あるいはセッティング相当悩みました。このコンディションとの変化、それとの戦いがこの長丁場のレースでどう影響してくるか、面白いところかもしれません。さて、星野選手なんですが、このレースの直前になります、富士でグループ C カーをテスト中にエンジントラブルがありましてクラッシュしました。本人自身もゾーッとしたというふうに語っていたんですが、そのせいでしょうか、木曜日金曜日のテストラン、あるいは土曜日の1回目の公式予選、ちょっと精彩がありませんでしたが、しかし2回目で見事2位に入るラップを叩き出しております。レース前のインタビューです。斜め前に目障りな人がいるっていうのはどうですか。できればスタートから出たいんだけど、もうスタートから出ても中島君も最近最後の最後までもうしつこいからね。だからチェッカー受けるまでその予測はちょっとつかないよね。こんなもんでいいだろうっていう線はまずないね。うん、さっき何かすごくいいもの見せていただいたんですけど、皆さんにも公表してください。お守りですか。これは可愛い娘からもらったお守りなんですけどね。お父さんのお守りなんですよ。いや、これさえあればね、怪我はしないと。だから娘のためにも頑張ります。なかなか泣かせる星野選手であります。レースの方はこれが4周目を終わります。まもなく5周目にハローするところ、依然として星野がトップに立っております。中島がその後なんですが、ちょっと差がつきましたね。堤さん、そうですね、ちょっとついたようですけどね。あ、ちょっと避けてますね。中島選手、スリップを外して、見やすい位置、それからチャンスがあればもう第1コーナー入ろうということなんだろうと思うんですけどね。まだまだ3位争いの方がちょっと離されまして、モレノと松本が3位争いをしているわけでありますが、その後方にホンダのアチソンがつけております。さらにベーンベーゼのトップということになりますが、6位3番の舘義弘健闘をしております。その後ろ黄色っぽいマシンから、このカラーリングは7番のリースであります。このリースはスリックタイヤをつけております。そしてその後ろが16番の萩原ということになります。これは9位グループですね。5番が長谷見、6番エルグ、22番鈴木アグリと、こういったところの争いになっております。鈴木アグリが健闘しております。ベテラン長谷見もやはり大健闘ですが、もう少しコンディションが良くなりませんかね、彼の場合は。そうですね、とにかく長谷見選手の場合はスリックですからね、このスリックでウェット、まだ各コーナーの出口あたり、それから川が流れてるところありますからね、このあたりスロットル踏めませんからね、もう本当にそーっと行くしかないわけです。アグリ選手、これもね、 F3 ではよく乗ってますが、本当に今日は F2 よく乗り込んでると思いますね。もう少しですね、慣れてくるとスピードの限界、F2 の限界を知ってくると思って
からどんどん伸びていって欲しいドライバーですね。前回のフリーでは3位を走っていたんですが、星野が絡んでリタイアに追い込まれたモレノ、今日は松本を相手にしてのバトルであります。この2人特徴はどうですか。松本選手ですね、この人も、ね、コンディションがいいとズバッと一発いく選手ですね。そしてモレノ選手、この人もやはりしぶとい、そういう走りですね。前として先頭をキープしているのが星野、続いてその後ろ中島なんですが、こうして走っておりますうちにだんだんと路面が乾いていくはずなんですが、しかしまだまだコース上あちらこちら水たまりがあります。それともどうでしょう、多少は乾いてきてるんでしょうか。乾いてきてますね、ぐんぐんといい方向に来てます、そしてこういう風に車が走りますんでね、あの水がだんだん拡散されて、ドライ状態に近くなってきてますね。ですからドライにとって今のところ有利な方向に行きそうですが、しかしまだ油断できないんですね。あのコーナーの立ち上げて踏みますと、まだあのウェットタイヤ履いてる車もまだちょっとケツをガラッとさせているところがありますのでね、スロットルワークが大事ですね、はい、それとカットのついているところの水がこうにじみ出してきたので、はい、どうしても一瞬アクセルを緩めたくなるようなそんな感じもあるんでしょうね。そうです。ハセミが順位を下げまして、エルが前で通りますが、やはりドライタイヤのハセミにしてみるとちょっとこの水しぶきの中は辛かったのかもしれません。試験に差し掛かっております9位争いのグループ、前に出ましたのがこのエルグであります。ちょっと差をつけられました、ハセミそして鈴木です。さらに12番手になりますが高橋邦光がついてまいりました。13位以下はこれは大混戦でもテールトゥーノーズ密集状態でスピン、中をスピンしました、ね、スピンがありましたね、はい、これは松田もおかしかったですね、フラッグしましたね、はい、松田もちょっと何かあったようであります。とにかく密集状態で試験へ突っ込んできた各社であります。混戦が続いています。最終コーナーからストレートへかかるところ、黄色いマシンがふらついてますね。これは中本ですね。どうしたちょっと異常ですね。どうしたんでしょう、ここに滑りやすいんでしょうか。何かトラブルがあったのかもしれないんですが、ちょっと各ドライバーともコンディションその他でかなり悩まされております。松田はひどいですね、右のリアタイヤサスペンション完全に折れてますね。さっきのやっぱ試験ですね、何かあったんですね、はいはい、ちょっと確認はできなかったんですが、どうやら、アクシデントがあったようで松田はピットインであります。依然としてぴったりと星野をマークしている中島、この 1-2 の争いが続いております。とにかく波乱含み序盤戦を終わろうとしておりました。さあこれから先何が起こりますか。後藤さん、ピットです。先ほどから、残念ながら何台かの車がリタイアしているわけですが、その模様をお伝えします。まずいきなり清水選手が最終コーナーでスピンしまして、何度かピットの方まで排除されましたけれども、やはり誰かと接触したようなんですよね。松田選手が右のリアサスペンションを折ってしまいまして、それで車がなんていうんですか、こう、ギクシャクしながらピットにやってきましたけれども、でもちろんリタイアです。でタッチ選手はノーズを、潰してますから、あれもちょっとカウルだけ交換するってわけいかなくて、ですからやっぱりあれもリタイアっていうことになりました。皆さんなんか大変残念そうな表情でした。以上ピットからお伝えしました。ピットレポートが入りましたが、とにかく各ドライバーとも悪戦苦闘という感じが伺えるかと思います。レースの方は8周目から9周目に入っております。トップ依然として星野、そして2位が中島ですが、その差はわずか0秒76だんだんと縮まってまいりました。そろそろ中島も仕掛けたいところであります。14秒差が3位のモレノであります。離されました。松本はやや交代気味、逆にアチソンが追い上げてきております。11番がアチソンです。そしてタチンが脱落しましたので、7番のリースが6位に浮上してきております。このマシーンです。ドライタイヤを履いていますから、路面が乾いてくればだんだんと上位へ上がってくるのではないかという気がいたします。現実に7位萩原との差1周で1秒ぐらいずつラップ引き離しております。同じ感覚になりました。6番がエルグ、22番鈴木杏里、そして5番の長谷美がその後追ってきております。やはりこの中で光るのは22番鈴木の健闘ということが言えるかと思います。このように渋い赤色をしたカラーリングの鈴木のマシーンであります。おお、中島が星野の後ろにぴったりつきましたね。何かありそうですよ。そうですね、とにかくね、ぐんぐんと言い上げてきましたから、じっくりと後ろから狙ってますからね、そういう意味では、
この中島選手の方が有利ですね。まあ、星野選手というのは本当にもう無理できません。ここでミスったら抜かれるというのは分かってますからね。もう大切に大切に走っているわけなんですけども、まあこのバトルは辛いですね。星野選手にしてみればもう中島選手が来るの分かってますからね、油断ができないわけです。まあ、おそらくまあこの点でいきますと中島選手が引っ張ってあるというのはちょっとないかと思うんですけどね。おそらくまあ試験の立ち上がりを大事に立ち上がりましてですね、まあ、例によっていつものごとくですね、はい、第1コーナーをインからズバッと入るというような感じじゃないでしょうかね。まあ、かなり水しぶきも少なくなってきた感じがありますから、後ろへ行く中島としても仕掛けやすくなったということが言えるかもしれません。さあ、注目の試験員の立ち上がりであります。星野が前、中島が後ろ、スリップストリームを使えるかどうか、ぴったりと後ろについている感じの中島です。直線コース行きました。インを狙いました。今度はアウトサイドへ。ダメだ。おっとっとっと入った。おっと、これはすごい。1コーナー際どいところでしたよ。よく行きましたね、はい、よく行きました。いや、驚きました。いや、とにかくですね、まあ、相手が星野選手ですからね。しかもそれをインじゃなくてアウトからですか。さあ、スローで見ていただきますが、はい、さあ、スリップスリーム使いました。これはいつものパターンですね。うまく、インサイドを狙いましたね、はい、まずインから行く。これはもう星野が抑えました、はい、抑えました。それでアウトから。星野選手もね、これで大丈夫だと安心しました。もう行くはずがないんです。これません。しかしね、ここで中島選手思いっきり入ります。ここ、これはすごい。で、この後の処置が大事なんですね。普通このままアウトへ、まあ、流れてしまうんですが、ここでうまく車内側に寄せましたね。この辺のテクニック、さすがですね。相当怖いんだろうと思うんですが、本当に見事な中島の1コーナーのテクニックでありました。リースがスピンしましたよ。コースアップしましたね。やっぱりドライですからね。まあ、特にこの第1コーナー過ぎて第2コーナーあたり、まあ、この辺は無理できません。ちょっと順位を落としてしまいました。リースです。これは惜しいですね。戻りましたが、6位から9位と順位を大きく落としてしまいましたリースです。さて、中島、この前7月この鈴鹿でついに星野にすっかり前を抑えられて抜くことができないまま30周を走ってしまったという中島なんですが、今回は10周目で見事に星野をかわしました。まあ、ほんのちょっとのところだろうと思うんですが、うまくタイミング使いましたね。そうですね、まあ、いつもの中島選手のダイナミックな第1コーナーのアタック、ね、これが見られましたね。しかしね、驚きました。まさかアウトから行くと思いませんでしたね。あれは無理だと思ったんですが、さすがよくも育ってます。素晴らしいですね。今年の F2 レースで中島は第1戦2位でしたが、2戦から4戦までは3連続優勝、5戦6戦が2位と、とにかく3位以下に落ちたことがないという素晴らしい成績を伸ばしております。すでに全日本チャンピオンを決定しております中島、2年連続チャンピオンであります。圧倒的な強さを見せております中島。この1周で星野に2秒以上の差をつけました。という間に独走体制を作ろうとしております中島。素晴らしいものであります。こちらの方は3位、4位、5位というところの争いになっております。試験員からまもなく最終コーナーにかかろうというところ。前におりますのがモレノ、続いて松本、さらにアーチソン。アーチソンは8月に行われた RRC 富士 F2 先行する中島を6周目で捉えました。そしてぐんぐん引き離して初優勝。いわば今一番乗っている大人ドライバーでもあります。続いてこれは萩原です。前回の鈴鹿のレースでは予選で死につながりかねないという大クラッシュを見た萩原、こういった後は堤さん、怖いんじゃないんですか。怖いですね。まあ、なかなか車が信じられませんからね、また起こるんじゃないかという気がしてしまうんですけども、まあ萩原選手若いですからね、まあ、若さで頑張ってもらって、今もねちょっといい走りをしましたよ。綺麗にテールを流してカウンターステアをねわずかに当てて、いい理想的な走りですね。若手の代表格萩原明の走りでありますが、相当これがリアのウィングを立てているような感じですね。そうですね、まあ、ウェット対策なんですけどね、うんと羽を立てまして、まあ、多少抵抗になるんですが、むしろ S 字で頑張ろうという対策ですね。まあ、中島選手あたりはなるべく寝かしてストレートで加速をするということなんですよ。まあ、ドライビングテクニックが、そして走り方によって、まあ、その辺のセッティングが違ってきますね。ドライバーの好みにもよります。相変わらず激しく続いておりますのが松本とアチさん、これは4位争いになります。松本の方はレース前、セッティングをどうしたらいいのかも悩みをぶちまけておりましたけれども、それにしてはよく頑張っているという感じがあります。なんとなくこう、セ
選手ですね。で気分が乗った時、まあ、特にこの松本選手は気分が乗るとも抜群の強さを見せるドライバーなんですけどね。まあ、でもあのヤマハエンジンも調子上がってきてますんでね。で、まあ、今日は結構手堅くいってくれるんじゃないかと思いますが、アシさんの方も仕掛けるチャンスを伺っているんですが、あの通り相変わらずまだ水しぶきの上がる部分があります。あ、仕掛けましたね。ちょっと上げたい。130ヤードから試験の入り口のところで強引に行きました。あ、やはり出ましたね。よく入りました、ね、素晴らしいもんですね。まあ、ですからね、ヨーロッパ勢ってのはね、こういう走りをするんですね。あっという間に松本をかわしました。アキソンでは今度はしかし松本もね、インサイドから抜き返そうとしたんですがダメでした。そうですね、ちょっとアキソンと松本、レース前のインタビューです。Well, the conditions between the Fuji race and today at Suzuka are very similar. It was also wet yesterday andIn the morning with the Yokohama tires, I was very fast, I was fastest. But unfortunately, I fell off in the afternoon on the second lap, so I start fifth on the grid. But the conditions are very similar, and I think Yokohama are probably the best tires in the wet. So I think as long as I get round the first lap or two and still in the top four or five, then I think I've got a very good chance.ヤマハに変えてからね、これで3戦目なんですけど、フィーリングはいかがですか？もうエンジンの方はね、完璧に仕上がってきてると思いますよ。だから今回本当晴れてくれればね、かなりいいとこ行ったと思うんです。一戦一戦ね、この前のテストの時からかなり調子上がってきたんですよね、エンジンの方なんていうのは。もうほとんどホンダと互角に戦える。もう今回なんてそれ以上の出来があるような自分でフィーリングがあったんでね。トップに立つや会長そのもの、独走体制を作ろうとしておりますのがエプソンマーチホンダの中島。今年4度目の V へひた走りであります。レースは終盤を迎えております。26周目、トップはエプソンマーチ 85J ホンダ中島悟、独走体制です。2位には11秒から12秒という大差をつけました。現在2位につけているのは10番アルバンマーチホンダのモレノ、これまた3位に11秒から12秒差。なんとか中島を捉えたいところです。これは3位グループ、前におりますのがアチソン、そしてその後ろ4位に下がっているのが星野です。12周目ぐらいからエンジンがばらつき始めました。18周目にモレノが2位に上がり、さらに20周目アチソンが上上がってきております。これがそのシーンなんですが、スミさん、エンジンの音なんですかね、星野の。そうですね、ちょっと今ちょっとバルバルっていうね、汚い音が聞こえてますね。これがエンジンの不調の証拠なんですね。どうやらですが、今燃料系か電化系どちらかだろうと思いますね。ちょっとエンジン不調ですね。完全に星野のマシーンが力を失ってしまったというシーンをご覧いただいたんですが、それからまた息を吹き返したあたりのシーンで ですね、迫力してますね、はい、どうやらどこかこの点火系が何かね、おっと、すごい迫力のある走りですね。すごいドリフトでした、はい、なんとかもう一度上位をという星野の懸命な走りであります。アチソンは激しく追い上げている星野、現在4番手に下がってしまいました。試験員から最終コーナーへかかります。ストレートをちょっと差がつきましたね。つきましたね。また不調になったわけですね。スピード落ちましたね、星野はね。なんでしょうかね、ちょっと首を振ってます。あっという間に離されました。みるみるうちにアチソンとの差がついてしまいます。完全にスローダウンという状態になりました。ついておりません、星野。これついてないですね。真っ赤です。すごいですね、はい、これは点火系ですね、燃料は大丈夫ですね。燃料来てますからね。アフターファイヤー、あそこで燃えてしまってるんですね。うまくエンジンのシリンダーの中で点火してないんですね。ついてませんね、今年の星野はね。ついてないです。特に今年の星野は最初から何かこうトラブル続きだったんですが、ここでまたこういうトラブル、ご覧の通りもう右側のエキゾーストがもう真っ赤になっております。ストップでスタートしただけに星野悔しいでしょう。悔しいですね。しかしこれもまあ大きな事故にならなきゃいいと思うんですけどね、まあ、あの辺にはだいぶ警報器マグネシウムなんかありますんでね、まあ、燃えなきゃいいんですけども、ちょっと心配です。かなり長く尾を引いてます。これではもうパワー出ませんね。これはもう全くダメです、はい、これは辛いところですね。あっという間にジェフリーズが抜き去っていきました、はい、辛い思いで走っております。星野もこうなると騙し騙しですか。もう騙し騙しと言いますかね、まあ、これだけ、まあ、調子よく走ってたのに、もう本当にね、なんか身を呪うような思いだと思いますね。なぜ俺だけにこんなトラブルが起きるんだというふうに腹立たしい
だろうと思うんですけど ね、 そうですよね、トラブル続きですから ね、 ね、完全にスピードダウン、スローダウンしてしまいました。パワーを失った星野です。それに対してこの中島の方は会長そのものですから、これもまた運命のいたずらなのかもしれませんね。皮肉な気がいたします。ただ中島にとって問題なのは路面がちょっぴり乾いてきてますので、ウェットタイヤを使っている中島としてはタイヤに気を配らなければならない。他にはリースがドライタイヤで追い上げてきている。この辺いかがですか。そうですね、まあ、ウェット勢はね辛いですね、まあ、とにかく無理するとオーバーヒートしてしまう、まあ、ブローと言いましてグリップが大幅に低下してしまいますからね、そこ行きますとリースはねぐんぐんとタイムが上がってきてますね。今手持ちですとだいたい2分11秒後半ですから、これ中島選手に比べて4秒も速いんですよ。そうですか。しかもリースのマシンは違いが分かる男ユダタクヤさんがデザインしたムーンクラフト製のニューカウルをつけております。その狙いは何なのか、ユダタクヤさんとリースのインタビューです。今回は、エントリーの社名もマーチ MCS という名前になっているわけですけれども、どのような点をその井田さんの方でモディファイされたかっていうこと。そうですね、まあ、一応 F2 に関してのデータはあんまりないもんで、まあ、最初に始める段階としてはまず軽量化ということと、うん、あとは、まあ、エアロダイナミクスの方でもうちょっと詰められる部分があるかどうか、その辺を主体に、まあ、改造してみたんですけど、まあ、具体的にはそのマーチのボディをどの辺をどういうふうにこう いじったというか変えていったんでしょうか。先端モノコックはマーチのオリジナルのままで、それから、ボディ関係サイドポンツーンとリアカウル、はい、あとサスペンションの方もですね、大幅にレイアウト変更して、でもまあ実際重量もかなり軽くなって、そういうことになりますね。やっぱりその目方重いとどんな車もダメですからね、まあ、基本的にまずみんな同じ重さにしてあげるってところから始まると思いますね。This car now very good. Different body shape to the other cars. And also it's quite light. ジェフリースがドライタイヤでぐんぐん飛ばしまして差を詰めております。ピットの方も気になるところでしょうか。リース選手がだいぶペースを上げてきているようですけど。そうですね、やはりタイヤがここに来てリース選手の方が路面が乾いたんじゃないですか、だからスピンがなければ怖かったですよね、リースのね。あと2位モネの選手が来てます。今どれくらいリードしてるんですか。プラス12、まあほぼ同じ、同じぐらい、少し縮まってるけどね。上位グループはすでに28周をクリアしておりまして、残すところ1周半です。中島がこのまま逃げ切りますとポイントは20点、鈴鹿シリーズチャンピオン目前、ダブルタイトル目前であります。まあ鈴木さん、あとはトラブルがなければというところですね。そうですね、まあ、しかしこのレースは最後まで分かりませんから、まだ予断は許せないんですけども、まあ、このところですね、安定した走りですね、多少タイムも上がってます、はい。現在中島が依然として周囲キープ、それを追っているのはモレのアジソンというところでありますが、中島の強さが際立っています。こちら星野選手のピットです。残念ながらリタイアしてしまいました。そうですね、やはりちょっとエンジンがばらついたり、それまた直ったりって繰り返してましたけれども、まあ、走行中にもねちょっとリアの右側のマフラーが真っ赤に燃えてましたけど、ね、ピットに入ってきた時ももう真っ赤に燃えてて、まあ、エンジンの担当のメカニックの人もちょっと、まあ、今ねこの場では原因がわからないって言ってますけれども、まあ、いずれにしろああいう状態ではもうちょっとレーシングスピードじゃないですし、ですから、まあ、ピットに入ってきてもう星野選手もすぐパドックの方に引き上げちゃったもんですから、今日はちょっとコメントは取れませんでしたけれども、星野選手もかなり不機嫌そうな顔で引き上げていきましたし、とにかくピットへ入ってきた時には消火器が持ち出されるほどでしたから、レース続けるのは不可能だったと言えましょう。エプソンの H85J が最終ラップに入っている。中島も会長そのものなんですが、2位モレノが追っております。さらに3位にはアジソン、依然として差がついております。ただ3位アジソンの後ろにも7番のリースをずらっと追い上げてきてまして、これはまだ波乱ありそうですね。来ましたね、もうそれはドライタイヤ履いてますからね、まあ、ここまで待って満を持して追い上げているわけですから、まあこれはですねもう時間の問題じゃないかと思いますね。とにかく大体4秒ぐらいタイム差がありますからね。29ラップ目が2分10秒64、ベストラップなんですよね。早いですね。どうやら最後の1周で大波乱が待ち受けそう、一発勝負を狙いそうな感じのリースなんですが、行きますね、これ仕掛けてますね。仕掛けてますね、まあ、とにかくここでわずかにかもしれませんでした、リースであります。その後さ
セッティングももう一つうまくいきませんでした。6位につけているのが6番のエルムであります。あれは富士でクラッシュがありまして、もう一つ精細がありません。アチソンが依然として前を押さえていますが、リースがその後ろぴったりと突きつけております。まだ水しぶきが上がります。最後の一周にかかっております。これは7位争いになります。萩原が前、鈴木、それから長谷見、高橋健二という順位、最終ラップにかかろうとしております。これはヘアピン、激しい3位争いです。後ろから仕掛けていくリース、際どいすごい方、狭い方に行きましたね。入りました。おっと、抜いた。ついにリースが上上がりました。狭いところを抜きました、リースであります。しかし前として先頭は中島、もう完全に独走態勢です。路面の方もどうやらかなり乾いてまいりました。タイヤをいたわりながら走っていきます。もう2位体勢に入っている中島であります。優勝は間違いなしなんですが、ちょっぴり不安があるとすればタイヤということになりましょうか。そうですね、ピットの方でももう安心が合うというところです。さあ最後の試験員、最終コーナーにかかろうとしている中島です。ちょっぴりペースを落としてタイヤをいたわりながらでありますが、独走の馬どうやら最後チェッカーを受けようとしています。はい、ないでしょうか。最終結果、それから、ポイント表はご覧の通りになります。上位入賞の車が戻ってまいりました。ウイニングランを終えました中島、圧倒的な強さを見せております。おめでとうございます。決まりました、これで鈴鹿 F2 チャンピオン。そうですか、出してました。わかんないよ、ちょっと、はい、はい、すいません。今日はまあスタートで星野選手が前に出まして、10周目の1コーナーでまああのうまく抜いたわけですけれども、あの辺のまあやっぱりスタートダメだったね。なんか棒が動いちゃったんだかなんだか、青な、ちょっと青になるタイミングが遅くて、ブレーキしたら今度青になってくる。ちょっとそういうタイミングがまた失敗しちゃった。まあでもあの先頭星野選手出まして、ずっとつけてたわけですけれども、その時はずっと後ろの方がじっくり。そうですね、だいぶ泥かぶったけど。泥かぶりました。そうですか。まあこれで2年連続、しかも全日本鈴鹿 F2、2冠王ということで、そうですね、ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。おめでとうございます。中島の強さが引き立ちましたけれども、なかなかこうコンディションとの戦いでいろいろと含みがあるレースでしたね。そうですね、まあ、今タイヤもだいぶブロー気味になってましたけどね、まあそこまで頑張って走ったんですね。まあ、本当にあの中島選手強いという感じがしましたけども、まあ、しかし星野選手もはじめですね、まあ、このリース選手もいい走りしてくれましたんでね、まあ、今後本当に楽しみですね。レースとしては非常に面白い鈴鹿の第4戦でございました。喜びのシャンペンセレモニー、スタンドのファンも中島に惜しみない拍手を送っております。 F2 レースの興奮まだ冷めやらずというところでございますが、番組の方には別の面白さがございます。早速ご案内をしてまいります。まず今日のザ・サーキットのコーナー、鈴鹿で行われているレース観戦をより楽しくするサービスの話題です。レースを前にこちらのテントでは FM ラジオを貸し出しています。まあ、レースを観戦する人はグランドスタンドとか第1コーナー、ヘアピンとそれぞれ自分のポイントで観戦するわけですが、それでは自分の前のことしかわからないわけです。そこでこの FM ラジオが役立つわけですね。そうですね、サーキット、鈴鹿サーキットすごい広いですから、ヘアピンにいて1コーナーのことも知りたいし、1コーナーにいてヘアピンがどうなってるかって気になるわけですよね。ですから、この3年ぐらい前から FM のサービスが始まって、それでレース中のいろんな順位ですとか、どこでどうなったとか、そういう情報をこう耳に入れながら、目の前に現れる次のね、あの2位とか1位にこうより注目してこう楽しもうという、そういう
趣旨で始まったんですよね。自分で動かなくてもレース全体が把握できるっていうわけですね。そうですよね。でやっぱり他のスポーツと比べた場合ね、自動車レース場本当広くて限られたところしか見えないから、だからこれは本当前からみんな欲しがってたのが実現したっていう感じですよね。ね、FM ラジオの本番のようですが、失礼します、ちょっとすいませんお邪魔します。はい、これが場内全体に流れてるんですか。そうなんですよ。突然来てもびっくりしてしまいましたけども、周波数ね78MHz で、いつも場内の方で、ね、実況と楽しい音楽をお届けしてるんですけれども、これは普通のラジオでも大丈夫なんでしょうか。普通のラジオでももう皆さんサーキットファンの方はね、もうお馴染みになってるんで、よく皆さんラジオ持ってきて聞いていただいてるんですけれども、ラジオだけでは物足りないという人大丈夫ですよ。今ご覧のテレビの映像と同じものがグランドスタンド前の大きなモニターで見ることができます。これはいいですね。そうですね、今年から鈴鹿サーキットが始めたんですけれども、幅が4m60、高さが3m50ある大きなスクリーンに、発光素子という、光の出るものが、豆球のようなものですね。そうですね、それが36,960っていうからすごい数ですけどね。それで、同じように、まあ、テレビジョンの原理であれ、スタンド前で、各コーナーの走りが見られるっていう。ですから130台に並んで突入してくるところとか、1コーナーにこう並んでね入っていくところを1コーナーの正面のカメラから、まあ、実況でやってますけれども、それがいながらにして見られるっていうんで、ですから最近もスタンドが総立ちになったり、その歓声が上がったりっていうのはこのテレビで分かるんですよね。まあ、この他にもレースを盛り上げるものがサーキットにはいろいろあります。モータースポーツもだんだん人気が高まってきましたが、もっともっと多くの人に見てもらいたいと思います。続いては久々車内カメラ搭載のシティレースをご覧いただきましょう。今回カメラを積んでもらったのはこの人です。テレビをご覧の皆様、今日はカートップの中谷選手がご相手させていただきます。あんまり回転するとフルスピンするから完全ぐらいで行こうかと思ってます。予選ポジションが良い、楽しみです。おっと、村松選手がちょっとスタートミスっちゃいましたね。前行っちゃいましたよ、僕の方がね。8番中谷、3番手で1コーナーへ進入です。おっと、ここに川がありましたね。危ない、お、黒選手がダートへ出ました。これは危ない、これは危ない。ということで僕はトップに出ちゃったりなんかしてますね。困っちゃったな、予定がずれちゃいました。本当は村松選手が優勝するはずだったんですが、ここが全然アンダーが、川があります。スリックだとよう滑りますわ。本当にここが僕のパワーがないんだよね。そうも言ってられねえよ、もうかなったら。おお、おっと、左イン側から突っ込んできますね。怖いな、やめてほしいな。ちょっと危ねえじゃねえかよ。おお前、お危ねえよバカ野郎、ね、お前そういう抜き方しちゃいけないよな。前回カメラを積んでくれた18番村松選手、今回は優勝狙いだったんですが、スタートは出遅れました。ちょっくり焦りまして、ご覧の通りです。ちょっとうまく手伝ってくれた。はい、コースへ復帰。一方パワー不足のエンジンに悩む中谷、7周目には3番の辰巳にも抜かれました。あ、音がおかしい、音がおかしいよ、畜生。なんで最終ラップに壊れちゃうんだよ。お、危ねえなこれ。何が描いたの、三速ギアですね。三速がちょっといかれてしまいました。これかわいそうですね。三速が使えなくてはね。今度は14番の永田が迫っています。あー、抜かれちゃったよ、畜生。最終フラップだっていうのに。あ、永田選手お尻が怪我してます。まあ三速いかれてですね、表彰台っていうのは甘い考えですよね。結局レースは67番水川が初の優勝です。一方最後の最後まで永田に食いついていた中谷なんですが、でここで4速だからもう叶いません。
車内カメラを積んだシティ初めて表彰台行き、残念ながらこれはできませんでした。しかし4位入賞は今までで最高です。やっぱですね、F3 チャンピオンレース、フォルクスワーゲンパワーの佐藤浩二が JPS トロフィーレースに加え鈴鹿での2勝目を挙げました。オートバイの TTF1 レースは辻本聡がぶっちりの優勝です。チャンピオンの貫禄を示しました。今年の F2 シリーズ、全日本、鈴鹿、両シリーズとも中島がさらいました。ダブルタイトルに輝いたわけですが、しかし鈴さん、今年は本当にいろんなことがありまして、毎回ドラマがありましたね。ありますね。まあ、とにかくですね、このホンダ、ヤマハ、連盟の戦い、はい、それにこの中島、星野、この2人を中心とするですね、ドライバーのハイテクニック、ハイレベルな戦いですね。まあ、この辺りをもう見てて、本当に手に汗を握ります。今日もいいレースを見せてくれました。まあ、ぜひですね、この次の最後の、まあ、ジャズのグランプリ、これに期待したいですね。秋の鈴鹿 JAF 鈴鹿グランプリ、お楽しみにどうぞ。